ございます。田中碧、さあ逆襲です。今度はホセアドリブル、ドリブル強い、そのまま持っていく、渡せない、結局はレオシルバ、うまく取りましたね。はい、田中碧からスペースへ、さあ三笘だ、三笘、三笘、あ、これはナイスクリア、寄せて来る相手に渡してくれ、サカー、レサカー、ゴール、ゴールならず、インペーシの時間を詰めましたがゴールならず。ペドロハウル右に流れます、そして折り返し、北爪はボール当たらず。倉田へのパス、抜けたチャンス、倉田折り返した、見込んできたのはウソビ、三笘が前を向こうというところです。さあ前を向いてキーパーと1対1になるかどうか、いいディフェンスだ、最後古橋か、いや古橋がスプリット力をディフェンスに生かしましたね、生かしましたね。このゴールキックも前田とないわ、ここにいたらちょっとこういうショートパスもね、なかなか怖いですよね、はい、おっと狙った、いや前田プレス、そして本田、本田から、ここ林、いやただ対応していったという、いい状態でもらいますが、エルマーレンか、ものすごいタックルを見舞いました。もう一度行く、三笘左足で入って逆サイド、石津打ってきた、さあと片山のブロックディフェンス、さあ直撃、ここはキーパーも攻撃参加しています。さあ札幌ボール待って、ここはチャンスになるぞ、あここは素晴らしい長石の対応、これで東も前に行きます。さあ大ユートン、菊池懸命につく、菊池懸命につく、菊池で潰しました、うん、ここはアダユートンと稲垣、しっかり体を入れました稲垣、高橋さんプレッシャーから石井、林だ、林、あっと、さあシュートまでいけるかどうか、折り返した、なんとかクリアしました、いや最後奥野です、アンドロダミアン、小林優だ、戻した田中を、ナイスブロック、松岡です、いや素晴らしいブロックでしたね今のは入ったと思いましたね、はい、あっとこれはミスパスになった、そのまま狙っていく、いやでもこれ6点取れましたね、はい、基地折り返す山岸、あっとサラモンさん懸命のディフェンス、東京山岸さん、さあ浅野が行く、浅野行く、縦に行った宮澤、ナイスディフェンス、まあ、このスピードを乗らせてしまうとなかなか難しいと思うんで、井出口がついてって前に出た庄司で消しました、右サイドの原、秋元のこの激しいマッチアップだ、秋元が奪って、パトリックを走らせる宇佐美のパス、懸命にパトリック、懸命にパトリック、古賀も冷静に対応しました、そしてフィニッシュ、レアンドロよく顔面に当てたというディフェンス、よく防ぎましたね。そしてスピードを上げたクリスティアーノに入れた、戻って田中が、西矢パスを出す、小西ここは対応した、阿部、さあ抜けてきた森島だ、森島田中しとこれはボールに行ってます、抽選からデュート、ポストこれを押し込めない、最後は丸橋の右足、ドーグラスのリベイラへ、ポータ中央、ジェイス、ナイスブロック、マスッタ、魂のブロック、武田から田中達也、ラストの攻撃、折り返しがヘディングか、まだ生きてる、フィニッシュ、ディフェンスが間に合いましたが、このまま笛、ファールがありました、さて入
最後のランニングは宮城、はい、チアゴマルチネスが速い、左からスクが来た、前が対応に行く、ナイスプレースです。打てるか、ファンマット、そしてシチー、ブロックに行った、名古屋庄司です。庄司です。これが庄司の気概の出たプレーです。まあ、昨シーズンはねちょっと怪我もあってなかなか思うようなシーズン送れなかったと思うんですよね。浅野だ、浅野、さあドリブルスタート、おお、ナイスタックル、奈良が出てきました。そうなんですよ、抜けていく、長井が行く、このボールに小林がスライディング、寺が出てくる、折り返し、ヘディング、町野、これもクリア、もう一度シュート、最後は平岡、アンデルソン・ロブス、ナイスブロック、赤俣のブロックがスポーツ、素晴らしいカバーだ。運んでサンタナが中央にいるか、自ら打つか、サンタナだ、小林優と酒井豪徳、いやうまい、このアンデルソン・ロブス2対1の局面作ります。ここはジェイ倒れる、ではなりません。オナイユからエウベル、エウベルが行く、内が速い、この対応は見事ですね。パドリック待っている、その前にオノス、ジアゴ・サンタラだ、サンタラ、岸本センターバック釣り出した、さあ縦行った、岸本のクロス、エドワルド並走してついていきました。いやー素晴らしいですね。ルーベルにボールがつながりそうだ、うん、とタックルに行きました、進路の対応です。石原の落とし、そして大橋だ、頭が蹴ったボールにマテウス・サビオ、オノセがスペースを使ってきます、抜けてきたボールさあ流れていく、マテウスと酒井、マテウスが奪った、飛ばげてもう一度中央、岸本、二度連続岸本でしたが、ここはよく抑えました。山川、井上志音、サオバイを捨てて土井、笠谷出す、ここは最後の最後まで荒木が行きました。藤田ジュエル一枚、いやー面白い、ここは防ぎました、エンリケ・トレビザン、エウベルはターンからシュート、ナイスクリア、渡辺でした、オフサイドです。宮城、宮城から縦に行って渡井とワンツー、宮城抜けてシュート、こぼれ球杉森、まあ、最後ねフィニッシュ しましたけど、まあ、ここよくね、常本選手ですかね、はい、ディエゴ・リベイラ、さあカウンター、中には長いファークラ、ダイユトン、ディエゴ・リベイラ持っていく、持っていく、ディエゴ・リベイラ枠の右です、強引に持っていって打ちました、ね、相当迫力がありましたけども、今ついていったのは林ですかね、林ですね、すごいですね、まあ、これがなかったら多分もっと余裕を持ってシュート打てるので、ディエゴ・リベイラは始め、新橋、小屋が待ってた、決定機でした、小屋選手がねもうフリーで合わせようとしたんですけど、よくね、まあ、ブローリー選手対応しましたよ ね最後しっかりついて、今度はハイボール、まあ、でヘッド、もう一度シュート、こぼれ球、その前にハンドを取りました。さあチアゴ・マルチネス追いついてきた、かわして古橋、2人目のブロックは天野でした、オフサイドです、後ろで浅野、浅野のシュート、おー、これもゴール前、そしてターンをして後ろからシュートは一味、いや最後よく投げ出しましたね、体、ニア、いいシュートですね、サンペール粘る、あ、戻ってきましたが、これはコーナーキック、
まあ、一つ前のハッセの仕掛けですよね、ええ、マタギのフェイントを得意にして、ここはデデルがいったノーファールだ。